皆さんこんにちは。前回、ムーパルチャンネルによります緊急特別番組、東日本関東大震災は、地震兵器による人工地震なのかという、番組をお送りいたしました。今回はその第3弾といたしまして、福島原発事故の真相についてお送りいたしたいと思います。その前に、ムーパルチャンネルのシステムをちょっとお知らせいたします。はい、この番組はムーパル .jp のトップページからニコニコチャンネルか YouTube をクリックしていただいて見ることができます。はい、もう大震災から3週間以上も経ちましたけども、現地近くの住民の皆様方の脅威や国民の皆様方の不安、まだまだ続いております。その福島原発の事故の真相について前回と同様お二方のゲストのお話をお聞きしたいと思います。まずお二方ご紹介させていただきます。空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます聴導員大覚氏、そして、ノンフィクション作家、そして国際ジャーナリストでありますベンジャミン・フルフォードさん、このお二方によってお送りいたしたいと思います。司会の進行は私立花健三でございます。よろしくお願いいたします。さて、前回と同様今回のこの福島原発事故の真相について、まずは、聴導員総裁の方からお話をお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。前回もこの災害は国際的陰謀が裏に潜んでいると、こういうふうに申し上げましたが、この地震だけの問題ではなく、過去の最近の話では、宮崎県に集中した牛の口蹄疫、また鳥インフル、これをとってもですね、日本の牛をどういう方法で叩けば一番効果があるかというのは、やはり宮崎県が畜産が一番集中しているし、和牛の種牛が阿古に一番いい種牛がおるということで、宮崎の牛を口蹄疫にかけ、なおかつ種牛を潰してしまえば、日本の畜産がひっくり返ってしまうだろうということで、宮崎県の畜産がターゲットにされたと。続いて、鶏のいわゆる鳥インフル、こういうことも何をや目的かと、牛を病気にして何を望むかというと、やはり、オーストラリアからは肉を買うが、アメリカの肉は入れないという日本政府の方針に対して、やはり恫喝して揺さぶりをかけて、アメリカの食肉を日本に輸入さすということを企んだことであると思うわけですね。だから、あらゆるビジネスを義務ベースで、ビジネスの範囲内で交渉するんではなく、いわゆる軍事力を持って、また陰謀手段を持って恫喝の上で買い取らすと、成立さすと、いうようなことが長い間の間には幾通りも我々は その例を見ることがあったわけです。だから一昨年か豚インフルで、豚インフルがメキシコで発生したと、それは猛毒だと、このいわゆるインフルエンザは今までの
薬じゃ解決しないということで、WHO が毎日全世界にテレビで大変だ大変だと大騒ぎしたわけです。でそういうことで、豚インフルを日本に持ち込めば大変なことになって、何万人、場合によっては何十万人という犠牲者が出るだろうと。だから成田空港でアメリカ経由、またメキシコから来る便に対しては徹底的にその調べた上で、風邪ひいたやつでも病院に隔離されて1週間1年。ちなみにあの WHO のトップの1、2、3番目の人間みんなその豚インフルエンザの免疫接種の会社の利権を持ってました、うん、その通り。だからそういうことで、WHO が1ヶ月間毎日大変だ大変だ大変だ恐ろしい恐ろしいとアナウンスして、そして、日本の厚生省もさあ隔離しろ、これは大変だぞと、そして政府はそれ予算取って、そのいわゆるアメリカ側からの売り込む薬を買わされたという。全世界に薬を売ってしまえばもう豚インフルの話は一切出てこない、ね、昨日の嵐は一体どうなったんだというぐらい豚インフルのことも聞かれなくなったと。まあ、だから単なるこの製薬会社がインフルエンザの薬売りに行ってもそうまあ簡単に売れないが、いわゆる WHO を使って危険を宣伝して、さあ恐ろしい病気だといえば薬をみんな買いたがる、まあ、こういうことが裏の陰謀は絡むビジネスの戦略であろうと私は思います、まあ、そういう中で前回も申し上げたように、物を買わすか相手国から金を奪い取るかという、このいわゆる日本は戦後65年間アメリカ戦勝国の支配下に置かれる植民地国家であるということ。だから日本人は勤勉でよく働く、これを働かしといて手頃に太った頃には食べ頃と見定めればここで殺しちまおうと、それでの太ったものを全部食べちゃおうという、奪い取ろうという、まあ前回申し上げたような、我が国民は戦勝国の未だに奴隷国民であるということを忘れてはならないと、まずそれを申し上げ、そして、今回の地震は戦略的兵器として日本から金を奪い取るために恫喝で使われたものであると私は断言したいわけです。まあそう言えば、それじゃあどういう恫喝による、アメリカは効果を得たのかと。そうですね、たちまち地震発生後、今まだ1ヶ月ならんこの時期に4回に分けて60兆円の金が日本の日銀からアメリカに渡ってしまった。これは我々の長年積み重ねて作り上げた国民の預金や納めた税金、そういうものが全く国民の知らないところでアメリカの国債を買ったり IMF に流したり、
アメリカの要求通り60兆の金が動いちゃう。これは非常に、早すぎるとは思うんです。地震が起こったら空母が来る。3日後にはもう20兆持っていく。どん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 、今あっという間に60兆になって、いずれこれ100兆を超えるであろうと私は思うわけです。そういう意味から判断すればですね、やはりこの中国が今なかなかアメリカの国債を買い占めておる。従来通りアメリカに、はい、買い替えと言うても買わない。中国も。中国とロシアが、いろんな意味で仲良くしてきた。そしてロシア、中国は、中国は尖閣列島、ロシアは北方四島と、ね。日本にプレッシャーかけておる。ここで国際包囲網で追い詰められている日本語のとどめを刺すのがこの地震だと。そして、金を取り上げる。これが今回福島、宮城、岩手に起こったこの巨大地震のまあ裏に潜んだ陰謀ではなかろうかとこう思っておるわけです。ベンジャミンさんなんかここで福島原発事故について大事な情報あります。まず民主党幹部や皇室関係者の証言によると、地震や原発事故起こる前、3月9日に、アジア担当のキャンベル副国務長官と、民主党実力者大沢一郎が会談しました。その会談では、大沢氏にもし民主党を分裂させなければ、あなたへの検察による嫌がらせをやめさせますと。このキャンベルは GE の実力者の J. ロコフェラの代理として来日しました。GE が今問題の原発を作った会社なんですよ。技術者がこれ危ないだって言ったにもかかわらず作らせた本人なんですよね、ロコフェラ。そしてさらに小沢氏にもし我々の言うことを聞くのであれば、あなたに福島県にあるジオライトの利権を差し上げます。ジオライトというのは放射物質をきれいにするために使うものなんですよ。要するに事故の前に放射の物質を掃除する利権を小沢にオファーしているということは、いかにも事前にこの事故は計画されたものであるということ。さらに言うとですね、福島県知事によると、第3号機のですね、プルチョニウムが入れられた4ヶ月前、彼の反対を押し切って、それも計画性があったとしか思えません。他にですね、この事故をめぐるインサイダー取引的な情報いっぱいあります。東日本ハウスという会社の株が1ヶ月前から上がってるんですよ、事故の。日本は少子高齢化で空き家全国で300万件あるのに、なんで住宅を建設する会社の株穴に上がったんでしょうか。さらに言うと、その1ヶ月前から韓国の政府が大量の放射物質を抑える、ポタシウムアイダイという薬の輸入をしてました。要するにこの事故は日本への脅迫なんですよ。この脅迫の目的は、さっき先生が、総裁がおっしゃったように、お金を脅迫するためだけではなくてですね、今、アメリカの軍産複合体が倒産しようとしてるんですよ。国際連盟、白竜会など、他の団体がですね、彼らにお金が流れないように働いてるんですよ。で、中近東の政府も協力して、彼らには石油を売ってないので、リビアなどを侵略してる。で、今回の脅しは最後じゃないんですよ。